周有光は中国の経済学者、言語学者、看護ピンイ員法案の策定とその普及に関わった。非常に帳明で100歳を超えてからの政治批判でも知られた。本名は周陽平。2012年、周有光は新路チャンス以上州に生まれた。1923年に中華民国上海の西洋羽大学に入学するが、 1925年に5.30、事件の学校側の措置に起こった教師、学生が集団で大学を去って、新しい光科大学を創立すると、週はリミツも光科大学に移った。1927年に光科大学を卒業した。1933年に長院和と結婚した。長院和の妹の長長和は、陳十分夫人である。 1933年から日本に留学した。川上はじめに経済学を学ぶ予定だったが、同年川上が検挙されたため、目的を果たすことができなかった。はじめ東京帝国大学に学び、後に京都帝国大学に移ったが、1935年に留学生活を中断して帰国、光科大学で経済学を教えた。日中戦争中は奥地に逃れ、また、 新華銀行に勤務した。戦後は欧米諸国や香港に滞在した。1949年に中華人民共和国が成立すると上海に戻って副丹大学と上海在経学院の経済学の教授を務める一方、文字改革に関する著作を発表した。そのことが評価されて1954年に文字改革委員会に招かれた。 委員会の仕事を継続するように言われたため、翌年大学を辞職して北京に引っ越し、これ以降は経済学は辞めて文字改革の専門家として活動することになった。文化大革命では反動学術権威として批判され、姉科の57幹部学校に送られた。1971年に釈放された。文革終了後に文字改革に関する著作活動を再開した。 1979年にワルシャワで行われた国際標準化機構の会議場でピンを国際標準にすることを提案し、その結果1982年に ISO 7098として標準化された。その他、1980年代にはブリタニカ百科辞典を中国語に翻訳するための委員を務めた。また、 中国大百科全書の社会科学部分の総編集委員を務めた。1988年にシャープからピンイン入力の中国語ワープロを送られて以来入力の問題にも関心を持つようになった。文字改革委員会が1985年に国家語源文字工作委員会と名を変えた後も委員であり続けたが、1989年に退職した。 2006年に100歳の誕生日を迎えた後も、盛んに著作を発表し続けた。2017年1月、111歳の誕生日の翌日に北京で死去。退職後は政治的発言が増え、特に国外でのインタビューで共産党を正面から批判することが多くなった。香港の解放雑誌のインタビューでは、共産党は民主が 中国の国情に合わないというが、中国の国情に合わないのは、共産党の方だと発言している。ニューヨークタイムズの記事では、民主主義を現代社会の自然な形態とし、毛沢東は何も良いことをしなかったと言っている。情報化とグローバリズムを支持し、最近の中国の民族主義に対しては、懸念を示していた。中国から世界を見るのではなく、世界から中国を見るべきであるとした。 ありがとうございます。